ので、うちの旦那がお尻が硬いということで、お尻を柔らかくするヨガをやっていきたいと思います。はい、じゃあまずが素敵なポーズ。ゆるいよ、グダグダだよ。なんかね、うちの旦那さんがお尻が硬いから、何をやっても運動してもダメだって先輩の先生に言われたらしく、お尻を柔らかくする治療に通ってるそうです。はいな。あ、これでね、でね、ぐる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 ってね、あ、こっち行くとすごい元気あり余る子たちいるのか、そんな人は、こうやってぐるぐるしながら転がるといいですよ。お尻柔らかくなります。ぐーっとお尻のストレッチ、これね、できるようになってきたらね、ぐーっとね、この上の足をすんごい体に近寄らせるの。こうやってぐーって開いて足を立てて、右左、この前立てる、このそうそうそう、こういうやつ。多分お尻柔らかくなると体全体の血行も良くなるので、いいはずです。こんなんじゃおかしいので、私がちゃんとまとめたいと思います。まずは合席のポーズ。足の裏と足の裏を合わせて、小指とかで親指を引っ掛けて、足パタパタ、足パタパタ。はい、この時に右左とかゆっくり揺れるとリラックス効果も高いですよ。はい、そのまま膝を立てて座ります。そして右の足を伸ばして、この膝の上に、反対側の足の膝の上に乗せます。そしてね、この時に仙骨、ここに仙骨ってあるんですけど、これをぐーっと伸ばして、右の膝をぐーっと押していくと、お尻が伸びてきます。こんな感じです。はい、前から見るとこんな感じですね。はい、そのまま吸って吐いて、はい、逆の足、はい、グッと押して吸って吐いて、膝立ち、そして数字の4を書くように、右の足を伸ばして逆側の足に引っ掛けて、膝の後ろもしくは膝の前、ぐーっと引っ張ってお尻のストレッチ。これはめちゃくちゃ伸びます。これね、もう毎日やっていい感じです。はい、逆側も入れ替えて、ぐーっと、そう、お尻の筋肉が凝り固まるとね、膝の後ろも凝り固まって、全身が凝り固まっちゃうんだよ。だからとても重要だと思います、お尻の周りのストレッチ。そして膝を開きまして、パタンパタンするやつね、パタンパタン、パタンパタン、これね、めちゃくちゃ効きますよ皆さん。これめちゃくちゃ効く。で、これやってると開脚とかもやりやすくなってくるので、すっごいおすすめなんですけれども、これね、簡単バージョン。もうなんかね、テレビ見ながらこうやってダーってやるんですが、こんなの簡単じゃんって、うちの旦那みたいにさっきの言う人は、よく見て、ここをすごい、姿勢がいい人、さっきやってたけど、めちゃくちゃ姿勢がいい人みたいにして、足をね、めっちゃ開いて、パタンパタンすると、とても伸びます。あ、伸びるね。伸びるね、伸びるね。これね、バレエダンサーとかがやってる、ダンサーさん系の、こういうタダーでね、最近知ったんだけど、これをね、手放しでやるんだって。私できないけど、このダンサー系の人もね、これ手をね、こう両手上に上げてこうやってやるんだって。うわ、超効くわ。はい、このパタンパタンはよく効きます。はい、そして最後は右足前で、左足後ろ、膝をついて、ヨガでよくやるアンジニアサナーというやつ。これもすごい伸びますね。膝がね、つま先より前に出ないようにすると怪我が少ないです。
で、だんだんこう後ろの足を地面に沈めるようにしていくととても伸びていきます。あ、気持ちいいね。はい、そして足入れ替え、別に自由でいいです。結構伸びたよこれで。後ろだんだんもう飲んじゃってやる気がないみたいなんです。皆さんはちゃんとやってみてください。こんなグダグダでいいのかって感じなんですけど、はい、以上、今日の軽い感じのお尻の周りをほぐすヨガでした。こうやってね、叩くのもいいよ。で、このシリーズちょっとちゃんと作ろうと思ってるので、今回は実験的にやってみました。チャンネル登録よろしくね。